港の近くのホテルに泊まってて、3時間後にホテル出発したみたいですけど、ホテルのジムに泊まってきました。2つ前にパンプアップしていきたいと思います。
これで終わりだと思います。動画見てくれてありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もお願いします。